亀尾町にある旧函館市立亀尾小中学校の前には1986年に命名された歳末がある。函館市伊原町にある大山住神社の鳥居前の様子函館市伊原町にある大山住神社の写真函館市伊原町にある大山住神社の鳥居前にある倉庫には大山住神社霊体祭亀尾祭祭りの看板が付いている。函館市 亀尾町、大山積神社の道路を挟んだ向かい側にある聖徳碑。1904年に水田開発のための用水路が完成するまでの経緯が記述されている。亀尾村は北海道1.2級町村制の施行前に北海道亀田郡にあった村。現在の函館市、亀尾町とその周辺にあたる。潮泊川流域を中心とした、かつて、 ゼニガメザー村アザ木名と呼ばれた一帯を1855年4月5日、水戸藩ンの井原蔡が、家臣や人を雇い、自費で開拓、成果を函館武行に報告した。それを受け、江戸幕府経営のお手作上、ゼニガメザー村千崎ガメの王お手作上として、現在でいう農樹試験場として運営することになり、発展した地である。この成功により津軽や南部より従者を募り、 彼らは、船で川を登ってきたとされる。その後、1857年6月14日、過労が、たたり、リーダーさえは亡くなった。1867年には、お手作上の農夫相代であり祭の家臣、大田陣江門が、住民の意志をもとに奉行所へ、市村律を願いで、合命を許されるようになり、亀尾豪が誕生した。また、たたら武器による製鉄が試みられた地でもある。 1859年春に南部の斉藤三平が石崎海岸の砂鉄を用いたとされる。1869年には亀尾村となり、1902年に隣接する上湯川村、下湯川村と合併し、二級町村制を施行し、湯川村となった。亀尾の地名由来は諸説ある。井原斎が銭亀沢の尾から亀尾を亀尾と名付けた。 伊原西が当地で初めて収穫したとされる米の品種、亀の王から名付けられた。昔住んでいた貴人、亀王丸、または亀王からこの辺りを亀王、亀王と呼ばれていたから。旧地名の木名はアイヌ語地名で綺麗な水の湧くところ、または広い湿地を意味する。当時は徒歩、または土産種と呼ばれる北海道和種の馬を利用した。 1925年10月1日川急、山道振動開通以前の函館川、急館は、マス川を経由する、マス川道がメインであった。お札部の吉川菊蔵によると、亀尾村中心部経由では遠回りになるからである。川急山道振動開通後は、亀尾村中心部経由で、自動車が通行ができるまで整備されたため、その一月後には、 富士の自動車による路線バスの運行が開始と利便性が向上したために、亀尾村中心部経由に切り替わり、増川道は廃れていった。函館方面へは峠を越える必要がある。潮止まり川沿いに北上し、川急峠を越える必要がある。途中一本木で函館への増川道が合流する。小中田三郎によると馬上げには茶屋が2軒あったという。江戸幕府による、 手ゾ地統治における最大の問題は、食料や武器が自給できないことだった。特に主食と野菜は、まさき藩時代から全て本州に頼っていた。郷土史研究家の岡本京一によると、蔡は亀を、函館の食料や、武器の供給基地化を考えていた節があると著述、無中問いの詩をもとに推測している。昭和11年5月19日、国時代573号により、 湯川村が湯の川町へ解消。同日国時代574号により、旧亀尾村内である大和亀尾にあるあざなが、以下の通り解消された。新地名等の詳細は、湯の川町のページも参照。上磯町歴史散歩 P196 から202。ありがとうございます。